A50、A50 d リ -2054 ミュンヘンのドイツ博物館ユンカース A50 は1930年代のドイツのスポーツ機で A50 ジュニアとも呼ばれていた。1929年2月の初飛行の後、全部で5つのプロトタイプが組み立てられ、各種のエンジンをテストした。ユンカースは A50 を5000機を製造することを期待していたが、 わずか69機が製造されただけだった。この航空機はおよそ1万6000ライヒスマルクとかなり高価だった。加えて1929年10月からの世界、強行もあった。わずか50機だけが売れた。売り先はフィンランド、スイス、日本、ポルトガル、南アフリカ、イギリス、ブラジル、オーストラリアその他だった。何機かは航空会社で使われた。 多少の A50 はヨーロッパの観光飛行用として1929年と1930年に使われた。もし乗客がいない場合は空いたスペースはカバーで覆うことができた。A50 世以降は陸掃時の取り扱いやすさを考慮して翼を折りたためるようになった。A50 世 d -1842 は1930年5月に 姉 G38D-2000 の翼の下に、避難するヘルシンキバンターの A50 世、出発ホール、ゲート28ユンカース中航空機サーキュラー、ナンバーワン18からの50の3メンズパフォーマンス。ありがとうございます。